皆さんおはようございます。マーティンダーム役場金太です。大相撲、最後の名古屋場所、はい、移転前最後の名古屋場所は、天皇富士ここまで全勝ですが、ただ嬉しいお知らせ、武尊富士が8日目から出場するそうでございます。その武尊富士、実は春場所に優勝した伊勢ヶ浜部屋の力士が出場するそうです。もともと言ってた右足首負傷で休場しまして、現在10秒まで落ちております。陥落しており、その相手は実は驚きました、大野勝です。なんといきなり強豪と当たるとは、もうこれは分からないですね。武尊諦めちゃダメ、積極的な相撲を見たいですね。ファンのみんなも来てます。もし出場しなかったら負け越すところでした。いやー、武尊復帰は本当にもうウェルカーン、はい、本当にファンのおかげでございます。はい、コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。以上です。バイバイ。